コーヒーで眠れなくなるって本当ですか？君がコーヒーで眠れなくなったのはさ、神様からの計らいだと思うんだ。もう新しいもの見せてあげられなくなった。ごめん。ねえ、どっちがいい？生まれてから死ぬまでこの世界に花火があるのを知らないのと、一度だけ花火を見て死んじゃうのと。おお、クロスか。なんかクロさん、さっきから大丈夫大丈夫言い過ぎじゃないですか。どうしてコーヒーなんかから俺逃げなきゃなんないんだろう。どこで逃げたくなるようなコーヒー飲んだんですか？